もう帰っていいか。いや、まだ返さないよ。送ってください。こんにちはに騙されないでほしいよ。あの手の落ち武者出てきて、あんな弾けんばかりの笑顔作れる？俺にあんな笑顔向けてくれたことないくせに。こんにちは、ベランドーと申します。はい、1年目最後の夏のデートは設楽先輩とお化け屋敷とナイトパレードに行きます。行こう。お、また遅刻か。行くぞ。おい、お前いい加減にしろよ。おう、おう、もう一回だ。どうした？あ、おい、どういうことだお前。おい、バカだろお前。誰がバカやねん。お、遅刻して謝らないやつと、謝らないから胸ぐらつかむやつ、どっちがバカだ？どっちもバカだな。ごめんね。でもお前も謝れ。何か乗りたいものあるのか？まあ乗りたいというよりは行きたいところがあるんです。あ、お化け屋敷に行きましょう。いい。ああ、いいな、面白そうだ。まあやっぱ面白そうって言うよね。好きそうなんだよな。離れるなよ。お、離れるの？え、ひい。いいぞ別に。ほう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 。もう離れないし、腕まくりしても怒らない。あは。でも何で怒るかわからないな。あ、でも襟つかんだら怒る。まあそれはそうか。今出てきたやつの顔、青ざめてたな。悪い顔。恐怖に耐性があるだけじゃない、怖がってる人間を見て楽しんでやがる。先輩コンビは要注意人物かもしれん。楽しそう、笑顔。くだらない。ああ、くだらないと言いつつ嬉しそうだな。だってあの手の落ち武者出てきて、あんな弾けんばかりの笑顔作れる？俺にあんな笑顔向けてくれたことないくせに。怖いけど面白かったです。足がすくんじゃいました。まあ子供だましでしたね。あはは。は、したら先輩むずいよな。もうこのちょっと生きった感じを出すことで怒り出す可能性を感じているんよな。ああ、ちょっと言ってみたい気もするけどね。怒らせる気もする。だからちょっとここは危ない気がしてます。ああ、まあでも人が怖がることを楽しんでる人やし、上の2つじゃないかな。ああ、ただまあくだらないって言ってるし、あー、まあ怖がりながら楽しんでるぐらいがちょうどいいんかな。怖いけど面白かったです。えい。よくやった。お前がキャーキャー騒いだおかげで余計に雰囲気出てたぞ。あー、俺やっぱりもう人が怖がることを楽しんでいるもの。いい感じか。これ絶対バッチリあるよな。どうした？おー、あ、絶対バッチリあるんよな。ひい。おい。怒らせてしまった。あははは。やっぱ髪の毛ダメぜ。ナイトパレードが始まるらしいな。始まります。見ていくか。帰りは遅くなるかもしれないけどな。あははは。いや、遅くなる方がいいよ。もう今回はお化け屋敷で1回、ナイトパレードで1回と2回も選択ができて、しかも帰り送ってもらえる。もうこんなチャンス逃す手はないよね。行くに決まってるやろ。じゃああれだ、場所取りするんだろ。おおお、もう場所取りしてまで見たい。あは。なんだよ、結構すごいじゃないか。おう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 。おしたら先輩も、こういうの嫌いじゃない。まあファンシー枠やしね。おう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 、いいよね。わあ、綺麗。飛び込み参加 OK みたいです。電気代もすごそうですよね。あー、したら先輩むずいんよな。あー、
なんか電気代もすごそうですよねみたいなノリ、これはまたちょっとイキリとは違う気がするよな。こういうこう斜めからの目線とかも好きなんかな。飛び込み参加 OK みたいです。なんとなくこれは嫌がる気がする。わー綺麗。まあこれは無難だよな。まあこれはまあまあ以上は絶対取れる気はするが、意外と喜ぶのはこの紙一重だけど、これじゃないかな。電気代もすごそうですね。えい。そりゃすごいだろうけど、他にも言うことあるだろう。あ、もうおっしゃる通り。そうですよね。もうわあ綺麗とか、言うべきことはたくさんありますよね。なんで俺は電気代というチョイスを選んでしまったんだろうか。この顔は笑ってるけど、評価は低そうな空気。まあまあ、まあこのセリフからまあまあが取れたならまだいいのでも。暗い。お？暗い？いや明るいやろ、ここは見て。お化け屋敷の方がよっぽど暗かったやろ。え？本当の闇を見せてやる。え？調子に乗るな。あ、ちょっと調子には乗ったよね。本当の闇見せたろうかと思って。もう帰っていいか？いや、まだ返さないよ。送ってください。どうした？家に着くまでがナイトパレードなので。ここからが本当の暗闇ですよ。あ、そこそこ暗いけど。送ってくれ。えい。まだ言い足りないことがあるのか？結構いいタッチ。送ってやる。もたもたするな。ありがとうございます。すみません、家まで送ってもらっちゃって。いやすいませんね。なんだよ。あ、意外と目シャッてするの好きなん。次行きたい場所考えておけよ。お、設楽先輩、目シャッてすると喜ぶ。そして頬をあからめている。ほう、なるほど。散歩にちょうどよかった。じゃあな。ありがとうございます。送ってもらっちゃったな。お、サマーバケーション、もうすぐ終わっちゃう。あと1ヶ月延長したい。でも9月からまた毎日バンビに会えるからいっか。今年の夏休みはご老子様が突然パリから帰ってきて、花椿家は大忙し。ご老子様はちょいちょい羽ばたき地にいるけどな。突然パリからしょっちゅう帰ってきてると思うけど、みんなに隠れて帰ってきてるんかな。羽ばたきネットで連載までしてるのに。あれはパリでやってるんかな。でもちょいちょい出没するよ。今年の冬物デザインを見せてもらったんだけど、これがまたすっごく斬新。さすが世界のファッションリーダーって感じ。ほほ。ところでバンビー、夏休みの宿題って終わった？なるほど。あ、これはアンに移させてって言ってるな。ただ頼む相手を間違ってるよ。もう俺たちは団子状態。デッドヒート仲間なんでね。俺に期待しちゃいけない。相手間違ってるよ。宇賀神さんに頼んだ方がいいよ。部活もやってるし、シモンのマネージャーも、モデルさんもやってるしね。夏いろいろ楽しく忙しくはしゃいだんやろな。こっからまた健康がいい感じなので、とにかく運動を巻き返さなくては。えい。あ、ルカ君と小一君だ。あ、このパターン。俺たち夏休み中に仲良くなったやん。ルカ君、小一君。ん？おう、コウ君のこの感じ初めて見るな。おう。どうも。どっちかでいいから一緒に帰ってくれない？よかったら一緒に帰らない？どちらが一人でもいいから。俺はオッケー。お、用があんだよ。なんか俺
コウ君に刺さってないんよな。そっか、クイチ君またね。そんじゃ、俺らは帰ろ。あれ、まともに一緒に帰ってくれたの初めてでは。そうだ、教会の新伝説聞いてきた。ほうほう、新伝説？どうなの？新伝説、元の伝説知らないんやけど。秘密結社編。あーもうこの目なんか嫌な予感するな。編。あーシリーズものやな。ステンドグラスがあるだろ、あれが実は秘密のコードになってる。ほう、あのアンニュイやな。あのアンニュイは少なくとも17年前からあるはずやけど。コードって暗号とか？そういうこと。それを秘密結社が守ってる。ほうほう、ずいぶん秘密が多いんだね。うん、そりゃそうだ、バレたら全米が震撼するからね。なるほど、米国を震わせるのか。でも日本国内は平和みたい。あそこに隠れてるのは米国の秘密のようです。映画の宣伝みたいな話になってきた。全米が泣いちゃうんやな。映画ありだな。あ作り話やないか。ないと思う。はぁ、夢がないな。せっかく考えたのに。本当に作り話だった。ルカ君が考えたんだ。おお、おかしな噂流すな。お前が流した噂に翻弄される奴がきっと4にいるんだろうな。その悪ふざけ結構尾を引くから。下手したら数年後の5にも影響あるからな。完成して。おお、ヴィンテージバイク店。ああああああ、もうこれは完全に。コウ君と行くしかないよね。もしもし。ああ、もう君のために開かれたようなイベントが開催されるんよ。あ、一緒に行こう。うん、行こう。なんで？え？いや、ヴィンテージバイク店好きかなって。もしかして断る気？いや、違うよ。ハニワじゃないよ。ヴィンテージバイクだよ。なんでっていうか。めんどくせえ。嘘だろ。こいつ何も知らないんや。きっとヴィンテージバイクがあることを。もう、博物館かよ、また。またあの最悪な気持ちを味わえってのかって。ああ、ダメだ。俺が春に嫌な思いさせたばっかりに。ああ。どっちしろめんどくせえって言って切るんやな。お前感じ悪いぞ。もうそしてもうちょっとちゃんと説明しなきゃ。ヴィンテージバイク店やってるんだよって。悲しい。あの野郎、俺が運動に使いたかった大切なお休みを一日奪ったな。許せ。もうこのままじゃ運動の人今年出ないぞ。うん、多分60ぐらいまでやな。ちょっと休み一回使おうか。うん、あ、この後休みが続くんすよ。あ、来週ちょっと連休があるんで、ここでもう一回コウ君チャレンジして、他の男子も誘っていきたいと思います。もしもし。お前いい加減にしろよ。ヴィンテージバイク店がやってるんよ。もう埴輪見よって言わないから来てくれよ。いいかコウ君、これは埴輪の絵がついているけど中身はヴィンテージバイクやから、こんにちはに騙されないでほしいよ。ほら行くぞ。うい、こんにちは。行こう。ああ、開いてんな。ほう。ま、これで断ったら大変だったぞ。おう。ま、でも来てくれればいいんです。まったくもう。めんどくせえな。それでもめんどくさい。絶対当日はしゃぐくせに。許せん。
お？あ、じゃあやっぱちょっとカレンさんにしてみようかな。あ、カレンさん。ん？お誘い？うんうん。帰ろ。帰ろ帰ろ。よし、そうしよっか。行こう。楽しく下校するばっかり。あんまり喋ることないんかな、みんな俺と。あ、またどっち行くみたいな、待ち合わせ場所どこだっけが出たんで、これが出てきてます。俺のがだいぶ先についてます。いや、どうも。うん。あ、もう今日はヴィンテージバイク店やからね。ああ、こんな格好もしたくなるよね。あはははは。もう、額に胸が膨らんでるやん。もう、ピットインできる格好。もう、いつでもピットイン OK やん。教師みてえなこと言うな。行くぞ。あははは。もう、行きたくて仕方ないよね。もう、あははは。じゃあ、ちょっとピットインしようか。ピットイン。なあ、何やってんだ、お前。いや、ちょっと俺もピットインしてこかなって。へえ、そうきたか。お、やっぱりセクシーは嫌いじゃないぞ。え、その格好だ。いい感じじゃねえか。お前にしちゃえよ。あはははは。いや、ちょっとビビットも用意したいよね。うん、褒められちゃったな。嬉しいな。面白そうじゃねえか。行ってみようぜ。せやろ。じゃあなんで一回断ったん？ん？まあ先週は知らなかったやろな。まあまあまあいいでしょう。ただ俺は2回誘ってるんやから。ちょっと頼むよ。ふっ。じゃあれつくな。いや、じゃれたくもあるよ。一回断られてるんでね。もう喜びもひとしおですよ。すっげえな、おい。写真でしか見たことない単車だらけだぞ。うれしそう。あははは、よかったよ。来た甲斐があるよ。あ、君のためにも調べて誘ったんよ。どれが一番好きなの？でもすぐ壊れそうだよ。本当にバイクが好きなんだね。おー、まあ、一番上か一番下な気がする。うん、まあ、すぐ壊れそうはちょっとまあダメだろうな、普通に考えて。で、どれが一番好きなのってそんな選べるわけないやん。もうプラスで言ってくれるかマイナスに言ってくるかがわからないので、まあ無難なとこつきたいよね。うん、ここ俺刺さってないみたいやし、うん、少しでも刺さっていきたい。本当にバイクが好きなんだね。うん、まあな、ガキの頃から親父の趣味に付き合わされて、それでな。おうほうほうほう、なるほど。 お父さんの趣味。おーい、バッチリご印象。ん、刺さったやろ。俺刺さったやろ。ピッイン。じゃれんな。ちょっと嫌そう。でもハートが出てるので続けますよ。今日みたいなのはよ、悪かねえぞ。まあ、好きな場所を選んだからね。どうしようかな、どうしようかな。なんだよ、言えよ。まあ、次はどう料理してやろうかなって思ってました。じゃあよ。おお、まあ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 、まあ、ちょっと最近ナイトパレードとかで送ってもらうのが当たり前になってたんで、ちょっと寂しい。お、こういちくんからメール。おい、暇つぶしにはなった、またな、だって。ほうほう、もう少し近づけた。はい、こちら本編とは別で選択肢を見てみようというおまけのコーナーです。さて、本編では怖いけど面白かったですで、ね、いい感じだったんですが、この様子だと
まあ、設楽先輩は人の恐怖する姿を喜ぶ人なので、まあ、バッチリがあるとすればこちらじゃないかと思うので、とりあえずこっち行ってみようかな。まあ子供騙しでしたね。うい、そういう反応が一番つまんないんだよ。怖がるなりしろ。あ、まあ怖がってほしいんやろな。え、印象が悪い。いや、それで言ったら君の反応はこれだからな。俺だってお前の怖がるとこ見たいよ。あ、ということはこれがバッチリかな。足がすくんじゃいました。うい、今のでか。具体的にどの辺で。聞いてる。まあ、あんだけ笑顔だったからな。まあまあか。なるほど、じゃあお化け屋敷が一番いい選択肢を本編で選べていたということやな。なんでこれが怖いの、理解できないみたいな顔やめてくれる。いや、俺は実際怖がってたから。そんな顔はやめて。あ、こちらは電気代もすごそうですねって言ったらまあまあになってしまったので、どっちかな。まあ、でもわあ綺麗が一番いいような気がする。じゃあちょっと飛び込み参加言ってみようかな。飛び込み参加 OK みたいです。い電飾つけて踊りまくるお前面白そうだな。いや、飛び込み参加した人に電飾をつけてくれるサービスまではないと思うけど、え、これがバッチリ。したら先輩の選択肢むずいな。俺の予想の裏を書いてくる。食えない男やで。お、まあ、もうバッチリは出ちゃったんですが、まあ、これもそんなに悪くはないんじゃないでしょうか。あー綺麗。え、おい、ボケっとするな、口開いてるぞ。嘘だろ。嘘だろお前、なんでだ。人が感動してる姿でそんな顔する。もう人が怖がるもん見た時あんな顔するくせに、人が喜んでるとこんな顔するの、ちょっと人として疑問が残る。ただ綺麗って感想言っただけでこんなこと言う。どっちかっていうと印象悪くなっちゃったの俺やけどな。どういうこと。今日の夕飯を倒した。ほら、ダジャレ警察だ。なんで俺に吠えた。顔怖で、俺に被ってるこの子がヌーちゃん。ポニーさん、突然の方向。でも逃した鳥肉は大きいぞ。高みの蛇王は今日も健在です。アップル信者かな。俺ちょっと困った顔してるもんな。ポニーさんがゲットだぜー言うとる。